コンピュータゲームにおいてノークリップモードは一人称のプレイヤーキャラクターのカメラが他のオブジェクトによって遮られるのを防ぎカメラを任意の方向に移動させることを許可し壁や小道具他のプレイヤーなどを通過することを可能にするチートノークリッピングはチートバグの回避イースターエッグの発見およびマップの物理的な境界を越えたエリアの表示に使用できる この用語は1990年代に ID ソフトウェアのゲームによって普及した。名前はゲームコマンドイドクリップに由来しており、従来から Doom2 の PC ゲーム基盤でそのコマンドを入力してノークリップモードを起動していた。このチートは特にクエイクやハーフライフなどのアクション思考のファーストパーソン、シューティングゲームではよく見られる。ID ソフトウェアのジョンカーマックは 動きベクトルのクリッピングという概念からこの用語を派生させたとファンに語っている。ノークリップコードの最初の例は ID ソフトウェアの人気ゲームシリーズコマンダー・ーキーンから来ている。ノークリップモードは多くの場合開発者がゲームをテストする手段として始まっている。新しい機能がゲームに実装されているが、 それが機能するかどうかを判断するためにプレイすることが必要な場合、開発者が死を回避するか、ゲーム環境の時間のかかる領域を飛ぶことにより、ゲームの関連部分に素早く到達できれば、時間を節約できる。神モードのこのソースは、多くの場合プレイヤーがこれらのモードを有効にするルート、例えば開発モードのフラグを立てて、ゲームを実行することで現れる。 ゲームの同等のコードでもクリッピングをオフにできるが、これはプレイヤーが壁を歩いて通り抜けることができる理由ではない。このコードは全く別のトグルである衝突検出をオフにする。通常、このコードはバックフェイスカリングをオフにしないため、プレイヤーが衝突なしモードを使用して壁を通過しても片側の壁の反対側は描画されない。一部の開発者は、 ID ソフトウェアの方法で継続している。一般的に言えば、高度なゲーム内物理学が使用されていない限り、壁とオブジェクトには実体はない。衝突検出とは、壁やオブジェクトとプレイヤーのアバターが交差することを指す。交差する場合、ゲームはあたかもプレイヤーが交差するオブジェクトにぶつかったかのように、プレイヤーの動作を停止する。そうでない場合、 アバターはオブジェクトと相互作用せずに通過する。これはゲーム内物理学を壁で実装する比較的簡単な方法である。ノークリッピングはゲームの他の要素と競合する可能性がある。例えば MS DOS に登録されている 13D バージョンの Duke n e w c o m 3D と Commander Keen シリーズではノークリップモードがオンになっていて、 ステージのエリア内を歩く年に至る。プレイヤーが神モードを有効にしていると、神モードの実装方法により、ゲームが無限ループに陥ったり、クラッシュしたりする。MS ドスプルトニウムパック1.4、アトミックエディション1.5よび、デュークニューカム 3D の総推測ではこの問題は、修正され、代わりに、ドゥームのように動作する。衝突検出を無効にすると、 他の方法でゲームのプログラミングに干渉する可能性がある。プレイヤーは事前にプログラムされたイベントを間違ったタイミングでトリガーしたり、重要なイベントが全く作動しないようにしたり、誤ってゲーム世界の他のセクションへのアクセスを無効にしたりすることがある。フリードムでの効果古典的な一認証シューティングゲーム、ドゥームでは設計エラー、または プレイヤーの実験の結果としてミラーホールと呼ばれる効果が発生する可能性がある。当時のゲームはプレイヤーの視点が常に密閉された領域内に完全に収まることを想定してプログラムされている。これにより次のフレームを描画する前に画面の内容を消去する必要がなく新しいフレームは前のフレームを完全に覆うことになる。ただしこの前提に反して プレイヤーがノークリップモードを使用して仮想カメラを操作すると表示する内容がないところに穴が開いたフレームを生成する。これらのフレームは古いフレームを完全に覆うことができず一瞬前に描かれたものが画面の特定の領域にまだ残ってしまう。プレイヤーがさらに仮想カメラを動かすと多数の消去されていない領域が混ざり合って物理的な鏡のホールで出会うパターンに似た。 四角パターンが生成される。クエイクエンジンのゲームで GL クリア1と入力すると最後にレンダリングされたイメージのバッファを空にすることができる。この設定ではマゼンタ色が世界の外に描画され画面をクリアしてレベルの外にいるときのナビゲーションを支援する。ソニックアドベンチャーにデッドライジング、ロストプラネット、塊魂などのゲームには キャラクターの影がすぐ下のフロアだけでなく、キャラクターの下のすべてのフロアに表示されるバグがある。これは、ハーフライフに、カウンター、ストライク、ソース、レフト4デッド、チームフォートレス2などのソースエンジンゲームでも発生する可能性がある。マップメーカーがフロアに正しいプロパティを設定していない場合、上にいるプレイヤーの影が透けて見えてしまう。これは、 上の部屋にいるプレイヤーがその下のプレイヤーから隠れたり見つからないようにしたりしようとする場合には少なくとも役に立たない。チームフォートレス2ではサーバーが有効にしている場合、ノークリッピングはスポーン内に建物を構築したり、壁を通って歩いたり、どこにでも浮かんだり、ヘルス、弾薬、金属を受け取ったり、敵のスポーンにプレイヤーを移動させたりするのに使用できる。 カウンターストライクとリフト4デッドシリーズではプレイヤーが死亡した後リスポーンを待っている際または観客としてフリーモードを選択するオプションがあるこれによりプレイヤーはマップ上のどこにでも移動できるこの機能は通常のプレイでは到達できないまたは見ることができないマップの秘密エリアを見つけるのにも役立つ例えばカウンターテロリストのスポーンの外にあるマップ で、ダスト2のクレジットを見ることができる。これはカメラのクリアフラグがクリアしないに設定されている場合、ユニティゲームで発生する可能性がある。多くのアンリアルエンジンのゲームではノークリップモードを有効にするために入力できるチートがいくつか存在し、最も一般的なのはゴーストチートの1回の入力である。チートを入力するとプレイヤーはステージ内を飛行し、 ジオメートリを通過することができる。MMORPG のルーンスケープにおいて、ほぼすべての障壁を通過することができ、ゲーム内のアクティビティで、チート行為ができるようなノークリップの特定の特性をプレイヤーに与える不具合が発見された。この不具合は2008年の発見から数ヶ月後に修正された。XBOX360 や PlayStation3 用、ゲーム、 コールオブデューティー4モダンウォーフェアコールオブデューティーワールドアットウォーよびコールオブデューティーブラックオプスにおいてプレイヤーはゲームのセーブデータをコンピューターにコピーしてオンラインマルチプレイの試合でノークリップを使用できるようにデータを改造することができたノークリップモードは衝突判定をオフにするだけでなく非常に高速でマップを飛ぶことができ 通常は入ることができない部分に入ることができたため、プレイヤーは主に同モードを使用して、チートを行っていた。ただし、ノークリップモードがアクティブである間、プレイヤーはゲーム環境とのやり取りができなかった。このエクスプロイトには、ノートパソコンの Xbox 360と PlayStation 3の両方のバージョンのゲームにパッチが適用されている。ただし、 チームフォートレス2などの一部のゲームではゲーム基盤にパッチを適用していない。PC 版ではコンソールにノークリップと入力することでシングルプレイヤーマップでもノークリップモードにアクセスできるようになっている。ノークリップモードは GPL 化でのクエイクソースコードをベースとした多数のオープンソースゲームで使用できる。ありがとうございます。